はようございます。最終日です。いや、昨日は暑かった。やっぱり北海道の中でもちょっと南に来ると暑いね。寝袋剥いで寝てたな。今何時？6時。では朝ごはんの準備をしてさっと食べてさっと出かけたいと思います。さっさっと。 Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. ご飯を炊き始めました。もう5分経ってます。言うの忘れた。ちょっとぼーっとしてしまった。今日の石は丸くて可愛い感じ。火をつけないで並べるところがポイントある。火をつけた瞬間に忙しくなっちゃう。そうだよね。そう。それもあり。ちぎりハム。包丁ありがとう。あります。包丁あるけどね。包丁あります。ワイルド料理シリーズ。今日はチーズが余ってるからな。チーズを乗せて。追いつかない、追いつかない、追いつかない、追いつかない。あ、なんかついてる、ついてる。横に飛んでった、生ゴミ。ファイターズ卵。ファイターズ卵。いっちゃいましょう。残しておいて。触っちゃダメだよ。朝ごはんです。ハムチーズエッグ。ハムチーズエッグでご飯を食べます。残り物だね、もうね。全部もう毎日クーラーボックスで運んでたやつを食べましょう。はい、いただきまーす。8月4日金曜日、いよいよ悲しい限りですが最終日です。今は上富良野なんでここにいます。で、今日はここからと言って苫小牧、北海道ゴール苫小牧です。ここが夜9時のフェリーで八戸行きに乗るので、まあ、今日はあれだね、ちょっとこの辺観光と皆野諸州へのお土産を買いまして、多分高速なのかな、高速かな、はい、というコースで北海道キャンプの旅エンディングですね。もうね、思い起こせば話は長くなるんだ。最後に話しますけど、まあいろいろありましたけど楽しかったなと。なんで最終日も気をつけて、はい、一日過ごして帰りたいと思います。はい、最終日スタートです。スタートです。駅前のトラクター普通に走ってる。駅前トラクター、あった。美瑛駅です。まあ9時20分、もう観光の方たちが結構いらっしゃいます。いねえだろ。全然いねえだろ。いない。こちらがセブンスター、まあ日頃からねセブンスターをね愛煙してるから。してない。セブンスターの木をいいんだよね、これ。多分これだ、これこれ。うん、これのはず。タバコブランの木、パッケージに使われたことからその名前がつきました。という言葉。はい、続きまして。ケンとメリーの木。ケンさんとメリーさんの木だよ。が、あちらになります。あちらになります。あちらになります。
ポプラ。ポプラだね。ポプラだね。うん。ケンメリ。スカイライン。愛車です、今の。ユニくんでしょ。確かにかっこいいけど、初めて見たからな。なんだかんだ言って見たことなかった。はい、ケンとメリーの木からお送りしました。なんかあれだね、どこ撮っても絵になる感じ。確かに綺麗なとこだね、美瑛町。だって日本一綺麗な街に選ばれた美瑛町。美瑛町、これはいいね。晴れてるしね。晴れてるしね。はい、来ましたよ、マイルドセブンの丘。うん、これもタバコ。これもタバコだね。カラマツ。うん、いつも吸ってるタバコだね。違う。何回言うの。こちらです。どちらですか。こちら。ズーン。こちらのずらりと。すごいね。綺麗だ。綺麗だね。富良野に来まして、ファーム富田ね、今ちょうど11時です。ちょっとラベンダーの時期はもう過ぎてしまってますけども、ちょっと寄ってみたいと思います。メロンサンデーだよ。ゲットしました。メロンサンデーゲット。ちょっと近づいて、はい、おいしそうです。あ、ここ入ってる。はい、はい、かわいい。果肉入り。果肉入り、うん、美味しいでしょ。美味しい。うん、なんか全然アイスとか食ってねえもんな、北海道来てから。多分そんな暑くないからなんだろうけど。今日は暑いからいいね。メロンパン食べてる。メロンパン買えば。メロンパン。青肉2社。青肉メロンパン。ありがとうございます。すごいいい匂いだ。ね、いい香り。念願のトラクターに乗りました。農家っぽいいい感じ。さっき買ったメロンパン中にクリームが、クリームがたっぷり移ってから入っております。メロンパン2種類だったね。青肉と赤肉と、そう、赤青い方です。青は皮ってこと。いや、種類が違うメロンの種類が違うんでしょうよ。富良野チーズ工房に来ました。はい、チーズ、チーズ、チーズを食べる、アイス食べる。さっきでもアイス食べちゃった、ね、さっきアイス食べちゃった。ちょっとチーズ入りたいな。ちょっと見てみましょう、ね、試食富良野チーズ。あ、うまい。うわ、ワインチェダー、うまい。チーズ、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 ソフトクリーム、ゲット。チーズアイス。どうかな。美味しい。美味しい。工房を出発しまして、ちょうど12時ですね。これここからは特に寄るところもないのね。ないので、苫小牧のフェリー乗り場まで向かいます。競馬の馬の調教だったり、大馬の牧場がいっぱいあります。今ここです。この辺、日高、左方向です。富川から乗りまして、一つ先のポポンタ市場向川に
おりまして、ちょっと寄り道します。向川四季の館、うん、館でポテトと牛肉コロッケ、ちょっとピントが俺のお昼ご飯熱いコロッケをゲット熱いいただきます。どうですか。うま、揚げたてです。おいしい、うん、うまっ、よかった、うん、やっとやっと食べ物にありつけた。やっと昼ごはん。さっきメロンパン食べとけばよかったね。ポテトもあるよ、うん、あーうまっ。ポテト好きがポテト好きがポテトを食べてなかったからね。たうん、食べ残すところだった。危なかった。やっぱ北海道のジャガイモなんか美味しい。ホクホクしてる。うん、うまっ。美味しいね。よかった。北連うまいものプレゼントキャンペーンのおはがきが1、2、およそ 700m 先左方向です。4、5枚ゲットしました。100リッターそうだね、100リッターってことだよね。北海道来てから100リッターに入れてぜひ当たってほしいね。肉そう、後でよく読んで応募したいと思います。また向川から斜め左方向です。乗りまして、ここまで苫小牧のフェリーの方まで向かいます。なごみの湯、なごみの湯でもご飯付きで1580円、1520円、80円、安いね。うん、うん、これだ、ミニ丼セット、ミニ豚丼セットだっけ。あ、豚丼だ、そうだ、これだ、ミニ豚丼セット。まだ運転があるので。ノンアルコールビール、ノンアルコールビール、そうビールではありません。ビールではありません。0.00。はい、乾杯。1週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、おいしい。うまいな。あんまりノンアルコールうまいと思わないけど、うまいな。喉かい。最後の晩餐のメニューです。そういえば忘れてた、北海道の豚丼、豚丼食うの忘れてた。そうで、豚丼で今日はもうなんかあんまり昼間食欲がなくて、俺食ってないし、蕎麦が食いたい、蕎麦が食いたいって言ったら、まさかの豚丼と蕎麦のセット。素晴らしい。うん、これを食べて、食べましょう。いただきます。はい、満腹でした。取るの忘れた。満腹でした。フェリーターミナルに左方向です。到着しました。で、この大きい目的地に近づきました。案内を終了します。 3.39。これ今乗船手続き中です。車の全幅は 1.47。 細かく書くね。出発地本州側は東京、北海道側は苫小牧。OK、行ってきましょう。ん？ちゃんと入ってた？よかったね。
黒。黒？シルバーチェリーのどこ？これってことか。これじゃない、あそこじゃないの？これ？これだよね、多分。うん。自分なんだ方が早いかな。隣のフェリーが出航しました。どこ行きかな、あれ。行ってらっしゃい。うちのはあっちです。まだまだです。今回のフェリーは同乗者はあるってということなので、私は車からではなく、お、いろいろ一人であるって、あ、見えるかな。おーい、あ、見えてます手振ってます。あ、動き出しました。後ろでは花火がどん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 出てますけど、あ、ジョニーくん、いたいた、いってらっしゃい。続々とみんな向かってますね。すごいな、花火が。はい、いよいよ苫小牧からフェリーに乗ります。名カメラマンが歩いて乗船ってことなので一人で撮ってます。花火が綺麗です。無事に船です。スマホで動画撮ってるので画像が良くないかもしれない。いやー、楽しかったな、北海道。こんな豪遊はもうできませんね。見通し図の右側、あれ、路面はありませんね。ここでいいです。今日はここで寝ます。寝袋持ってきました。花火来た。花火がついてます。あ、ドラえもんだ。あ、私も一人で歩ってですね、八戸乗船口向かいたいと思います。おはようございます。いや、そうだよ。だって結構揺れてたじゃん。とは言いながら出航前に寝てたでしょ。寝てた。一人だけ。出航前にはもう寝てたよ。寝てる。もう寝ちゃったと思って。
出航したの分かんない。オープンザドア、エリアまでたどり着きまして、今ちょうど12時です。お昼ご飯にします。こっちは暑い、湿度がすごいです。佐野ラーメン、佐野ラーメン結構おいしい。美味しいよね、やっぱりね。美味しい。なんかさあ、いよいよ帰ってきました。7月28日の夜出発して、今日が8月5日のでいう7泊8日の北の大地キャンプツアージムニーに行ってまいりました。走走行距離は2920キロ走ったね。基本的には海以外は走ったからね。あきるのインターです。フィナーレです。完結です。ただいまゴール。いやー、お疲れ様でした。遠かった。楽しんだ。はい、最後にやりましたが、今回7部作かな、おそらく。ご視聴していただいて誠にありがとうございました。で、これで1回目の夏休みが終わったんで、来週1週間はもう1回働いて、再来週ですね。再来週はキャンプツーリング。今年まだ1回もバイクでキャンプに行ってないので、キャンプツーリングで日本海かなの方に行って、東北の方でまだキャンプの計画もしてますので、遊びまくりです、そんな感じで楽しんでいきたいと思いますので、皆さんも非常に暑いですね。非常に暑いので夏バテに注意して楽しんでください。はい、では7泊8日の北の大地キャンプツアーお送りしました。8月5日到着2時かな、2時です。長い時間ご視聴ありがとうございました。
完結です。それではまたね。Is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves.